妖怪ウォッチプニプニの通常ミッションなんですけど、新しいの追加されてますね。謎を解いてみよう1、タヌキレタステタジサンタンジュタウオロタクジュタロウタフなんですけど、これ要はタを抜いて読んだらいいんだよね。ステージ30を60秒ってことで、これに挑戦してみます。場所は大森山ね。人面犬がいるところ。60秒、これは簡単ちゃう？よいしょ。あ、人面犬一体だけ。必殺技なんか打てば速攻で倒せるんちゃうのかな。鬼食い、あ、つまらなかった。鬼食いのレベル低いもんね。もう一発ぐらい必殺技打てばなんかいける気がするんだけど。あ、普通に倒せた。どう？クリアできた？60秒経ってないんちゃうん。あ、いけてるっぽい。で、謎解きってことでご褒美がレイトンなんですよね。アイコンがレイトン17歳。受け取ります。続いて、謎を解いてみよう2。すごこじうくわ。手地プラスマロデリ。ご褒美がアイコンレミ。これは何だろう。あ、わかった。これ、読み方が、左上から下なんだね。ステージ50個。マジロウでクリア。ん？どういうこと？あ、ステージ50、コマジロウでクリアか。オーライ。コマジロウはどれ？コマジロウはどれ？マジロレベル11。コマジロでクリアか。なんかレイトン教授新しいのでも出るのかな。いきなりのこの謎解き。名探偵コニャン君とも関係ないしな。獅子丸のところですね。コマジロでクリアってことは、別にコマジロの必殺技で終わりじゃなくてもいいよね。コマジロ使ってればいけるはず。あ、土の子さんじゃん。一応土の子仲間にできるかわかんないけど、ハンバーガー開けときます。久しぶりかも。ステージ50ってどんなぐらいのレベルだっけ。 S ランクだとあれかな、なんかいじめっぽい感じになるかな。あ、土の子さんゲットならずか。今回一番いいハンバーガーあげてんけど。風雷サンダー。風雷サンダーってそうなんや、全体攻撃って感じか。最後オロチさんで締めると。ミッションクリアできたかな。結果見てみます。あ、コマジロめっちゃレベル上がるやん。あ、いけてる。ご褒美アイコンデミ。ちょっとよくわからん。アイコンデミが追加された。これもさ、あれなの、レイトン教授に出てくる人なの。謎を解いてみよう3。金の卵の近くで20万。
なんかアバウトやね。金の卵の近くに20万。スコア20万ってことでしょう。おそらく。金の卵といえば、さくら中、あ、間違えた。金の卵といえば、さくら中央シティだよね。ワープします。金の卵、どこだっけ？あれ？さくら中央シティの、なんかいっぱいあるわ。61かな？ 62 かな？どっちだろう。62行ってみます。スコア20万以上でクリアすればミッションクリアちゃうかな。めっちゃヤマタンいる。こうヤマタン必殺技できるじゃん。あ、今回スコア上げるだから、花坂 G の必殺技打ってからの方がいいか。フィーバーで。花坂 G、これで必殺技 OK。フィーバーならへんかな。もうちょい。ここで倒してしまったらスコアが上がらない。よし、まず花坂 G 満開桜咲ね。で、武士にゃん。オロチさんの影落ち。ヤマタンも必殺技いける。すごい。これはかなりスコア上がるんちゃうかな。どう？スコア66万。ステージがここだったら正解のはず。ステージがここだったらミッションクリアのはず。あ、合ってたね。はい、ご褒美アイコンアルマゲット。可愛かったね。これもレイトン教授のキャラクターなのかな。